はい、どうも皆さんこんにちは。で、今回はですね、またモンストやっていきたいと思います。で、今回はグレイスモールで青い南と青、じゃあ行こう。グレイスモール、さあ来たね。青いと南、そうだね。アキラがチームに入る条件としてはコロシアムのベスト10ランカーを3人も倒さなきゃいけないというね。無理ランカーと戦うだけなら公式戦じゃなくてもいいんじゃない？コロシアムの会場は練習試合にも使うことができるの。よし、じゃあコロシアムの練習場に行ってみよう。さあコロシアムには来たけど、練習試合なら一応大丈夫なのかな。まあその前にね、金のメダル1個持ってるのでこれ引くか。頼むよ。なんかキャラが欲しいんだよね。オッケー、よかった、キャラだね。さあ何が来る？これ確か星4だけど全然嬉しい。前はね、奥検知とかなんか素材がね出てたから。まあ目的はコロシアムでランカーに挑戦しよう。 VIP ルームならまあいるよね。私と勝負がしたいだと。10位、え、ヒカキンもいるんだ。多分なんだけど、もしかするとモンストを10回プレイしないといけないのかな。ちょっとやってみるか。おお、よかった、やっとできる。さあやるぞ、始める。やっぱりそのモンストゲートとかああいう系か、もうなんか数回やればいいのか。ついに相性がいいぞ、相手が。嬉しい。だけどせっかくガチャとかでね引いたキャラとかね使っていかないとやばいよね。まず育成とかもしていかないと。だからそれはちょっと今度動画会とかでやろうかな。まずはステージ1クリア。クリアというか、まあ突破か。ああ、でもやっぱり硬いね。普通に。正直最初のなんか、オーディン当てた、ガチャで当てた時からね、全くその、育成してないから、ちょっとやばいんじゃないかって思ってるけど。さすがに次からはね、本当に、きつそう。てかもう、今きついんだけどね、もう。攻撃力が高い。 OK、 ステージ2かな。ここは突破したよね。今回なんか多いね。ステージ3OK。 お、来たボス。てか唯一の救いってなんかアビリティ、なんかギミックがまだないよね。それが本当にちょっと助かってるところはある。だってオーディン以外アビリティ確かなかったからね。この先どうするんだっていう話なんだけど、まあ、ここでもう使おうかな。使おうか。さあ行け、ストライクショット。あ、いいねいいね。結構上に入ってくれてありがとう。うわー、やっぱり痛い。オッケー、来たー。いいね。まあ、まだやれそうだな。お、銀のメダル。さあ、勝ったぞ。ランカー10位に。で、確かランカー10位に勝ったら、この人がね、戦ってくれるんだよ。来たー、練習試合。やろう。そう考えるとここら辺のランカーはそんな強くないよね。水か。そんな強くないって言ったけど、ここで負けたらはずいなあ。やっと突破できた、ステージ1。オッケー、ステージ2も突破。
オッケー。いやー、やっとクリア。8ターン撃破か。結構早いね。あ、もしかするとね、初オーディンの必殺技見れるかもしれない。まあ、その前に倒さなければいいんだけどね。すごいところ入ったぞ。まあまあまあ。オッケー。あ、なんかちょうどよく多分オーディンの使えるかも。さあ行け。まあ、一体倒してくれた。これだね。これ何？触れた最初の敵で爆発し、周囲の敵を巻き込み大ダメージ。最初？ってことはさ、弱点行った方がいいよね。行くか。これなんか縦に関、強っ！一発？一撃じゃん。これまだレベルマックスじゃないのにね。あと進化前なのに。銀のメダルか。虹のメダルが欲しいんだけどね。は？おっと？まあ残りは1人だよね。まあ3人倒せばいいって言ってたから。多分最後、まあまあ強いんじゃない？普通に。来た来た来た、誰だ？俺はランキング8位の男。滝三条。三条か。三条様。三条俺たちと戦ってくれないか？お断りだ。あれ？取引か。今晩モールで発売する新作の限定スニーカーをゲットしてこい。売ってる店はストライクスポーツだ。まあ、グレイスモールでスニーカーをじゃあ手に入れてこればいいってことか。おー、来た来た。グレイスモールの2階だね。ええー、どうしたどうした。この人乗っ取られてるね。うわー、痛そう。店員さん。うわ、やばいやば、暴れてるじゃん。うわ、出てきた出てきた。さあ、じゃあ対戦だね。え、じゃあこれ勝てばさ、もう勝ったことになりそうだよね、なんか。そう考えると。OK、ステージ1クリア。OK、次、ボスかな。まだか。よし。あと、オーディンの必殺技。これ溜まったから、これで倒したいね。早速使おう。これはね、もう本当に暴れてほしいんだけど、もう相手の HP が高いから、そんな倒せないという。まあだけど、オーディンいい場所にいるから、いいかもしれない。これ入れる？あ、入れそうだったけど。うわ、弱点あそこに止まらないかな。あそこで1、あー、下行っちゃうか。だよね。まあ、だけど、これは普通に、これ縦で行こう。頼む。やっぱり弱点じゃないとそんな食らわないか。これは普通にもう縦で行こう。いいね、いいね。まあ、結構食らったから、あともうちょっと。うわ、惜しい！え、スピードクリア2なんだけど。危な！あ、いや、まだ倒せてないけど。危な！よし、クリア。多分一番きつかったかな。今までのクエストの中で。銀のメダルか、これでも。で、新キャラ。モンスターボックスがいっぱいで、あ！モンスターボックスいっぱいになることあるんだね。うわ、捨てるものあんまないんだけどね。ああ、だけどこれ確か売れるよね。よし。さあ、倒したぞ。なんか店長のこの目、なんかのび太じゃなかったっけ？あのドラえもんの。のび太くんみたい。あのメガネ外すときのね。え？ 8 位じゃないの？コロシアムに行ってみよう。さあ来た。その前にね、さすがに、ちょっと育成しよう、強化しよう。オーディン。
うわー、オーディン進化できないか。まあ、ディルロってちょっとレベルアップさせよう。レベル極み。ディルロって進化できるんだ。きたー、進化。いいね、レベル40。まあ、これでいこうか。この3匹で。で、コロシアムにはついたよ。で、ここでイベントね。おぉ、K だ。ならば私が君たちの相手になろう。何？相手強いぞ。強化してよかったな。さあ、やろう。15ターン。おぉ、いきなりボス。え？レッドリドラで？うお、痛いな。うわー、まあそうだよね。まあ無理。くそ、やっぱり強い。ここで勝ってたらどうなってたんだ？あー、そういうことね。これで今度はみんなでやろうっていう感じか。なんかオーディン最初にしとけばよかったな、そう考えると。おお、え、アキラ、いたのか。ついにここで4人揃う時が来るか。今度はこの4人でやる。それで構わないな。戦う準備はできた。じゃあやろう。おお、アキラのモンスターキャラはヘル、アンチダメージウォール、レベル極みか。いいね。やはり相手は強い。 HP が高いぞ。で、初めての貫通かな。最初ゼウスとかで使ったけど、あれは K のモンスターだったからね。やっぱりね、貫通いるだけで全然変わるな。で、ヘルで、あ、いいね、いいね。次でいける。OK。あと HP も3万6000ぐらいか。いいね、かなり上がった。うん、やっぱりオーディンね、攻撃力高いけど、そのスピードがやっぱ遅いな。確かパワー型だっけ？パワー型か。ナイス、そこ入るか。もう一応ストライクショットは溜まってる。まあ、これはね、もう全部ボス戦で使いたいから、今は温存。ちょっと回復しながら行きたいね。よし、これで次のステージ。おお、ボス戦ね。ワンチャン最後らへんだから、まあ、K だから多分2ゲージじゃないかな。あ、だよね、これさ。おお、いいね、いいね。かなり与えた。これなんか上とか入れれば。うわ、変なとこ。おお、入った。よかった、よかった。本当はなんかね、上手い人とかはやっぱり狙ってね、入ってる人はね、やっぱ多いよね。まあ次のステージというか、まあ最後だね。ここ僕まだ使いたくないんだよね。そんな火力が出ない。てか、ビットンブレイカー持ってこればよかった。まあ、これ使うか。さあ、行け。まあ、普通。で、確かディルロッテがね、強いんだよね。触れた仲間のパワーを一定期間、オーアップ。だから、まあ、オーディンは必ず当たりたい。いいね。なんとなく全員に当たったけど。これで、倍率はよくわかんないけど、かなり上がった気がする。で、これはさ、もう盾で行こうかな。行くか。多分そんな食らわない気がする。じゃ、うえ！倒しちゃったよ。ナイス！スピードクリアも、いいね。わあ、金のメダルを、嬉しい。やっほい！私の負けだ。来たー、第5話。虫か。あれ？
はい、ということで一応今回ですね、まあ、第5話次やるので、まあ、今回第4話をクリアしたのかな。まあ、ってことで最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しもったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことでバイバイ。